井上直也戦の客席一列目に座る長大物をネット発見あまりの存在感に、遠くからでもわかる、気になってしょうがない W。世界スーパーバンタム級四団体防衛戦。ボクシングの世界スーパーバンタム級、55.3キロ以下。四団体統一王者、井上直也、大橋、は3日。 東京有明アリーナで元 IBF 世界同級王者 TJ ドフェニー、アイルランドと4団体防衛戦で激突する。毎回、多くの VIP が観戦に訪れる井上の試合だが、この日も大物アーティストがリングサイドで目撃された。画像、本人であると、遠くからでもわかる。 井上直弥戦の客席1列目に座った長大物を劇者それはギタリストの布袋寅泰白のジャケット姿でリングに熱視線を送った布袋といえば井上の試合で入場曲「バトル・オブ・モンスター」を生演奏することも多いがこの日はセミファイナルではリングサイドの客席1列目に座ったセミファイナルの WBO 世界バンタム級王者 武井幸、大橋、ともと WBC 世界フライ級王者で WBO 世界バンタム級1位の比嘉大悟、市政、のタイトル戦から、レミノ、の中継に再三移り、ボクシングファンは釘付けに。ネット上には多くの反応があった。補定さん発見、武井 VS 比嘉戦、補填微動だにせず見てる。気になってしょうがない W。 ホテイさん客席にいるから今回はやっぱ生演奏なしだな。あ、客席にホテイさん。遠くからでもわかる、観客席のホテイとやす。やっぱしいい席にいるね。大注目の試合前から早くもボクシングファンの興奮は高まっている。